天空の城ラピュタ。よし、じゃあ緑のボックスで。うわ、長いな。そびえ立つ城か。どうもジャンク TV です。ちょっと長い上にオチがよくわからない。いや、もうオチなんかないですよ。あ、まあまあまあ、全てを想像してくださいという、もう今回ももう訴えかける。なるほど、はい、はい、ことでございます。いきましょう。さあ、それでは早速いきましょうか。うん、僕は知ってるんですけど結構知らない方が多かったみたいですね。そう、今週の第1位、バラクーダで知ってるぜですけどね。はい、懐かしいでしょ、バラクーダ。懐かしいですね。知ってます、あの名曲。え、そっちですか。うん、あれ筋肉マンに出てくる超人じゃないですか。違いますよ、歌ですよ。いや、それはちょっとすみません。チャカポコチャカポコチャって。はい。じゃあここまでちょっと時間かかったんで短いやつ。俺は悪いみたいな。あのライト兄弟、はい、いるじゃないですか。いません。五人兄弟です。二人と思わせてね。五人兄弟。五人もいる。はい、いいんじゃないですか。はい。さあ、それではですね、今回のジャンク TV でございますけれども、うん、もう今日はですね、もうこの亜生くんのもう溢れ出るね、案がですね、たくさん出てくる、はい、スパークする回でございます。ご覧ください。どうぞ。さあ、はい、ね、今回のジャンク TV でございますけれども、なんとですね、うん、まあ本当に私たちが、はい、常日頃お世話になっているところ、はい、それはどちらですか。そうです、 MCN、 はい、その通り、テレビさんでございますけれどもね、はい、なんとですね、宮崎ケーブルテレビさん、うん、20周年を迎えるんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、本当にお世話になっておりますね、はい、まあ、僕も、まあ、こういう業界に入ったきっかけもこの、はい、まあ、MCN でございますから、うん、あなたも何かあるでしょう。そうですね、うん、僕も本当にゴジ生テレビの時代からちょっとお世話になって、はいはい、ね、うん、ありがたい限りでございます。モニターばっかり見てるというので有名でしたもんね。慣れないテレビ生放送でなかなかですね、カメラ目線全然くれないで有名でしたけども。まあそんな MCN さんですが、はい、まあ、間違いなく、うん、僕ね、特番やると思うんです。あ、まあまあ20周年ともなれば何かあるでしょうね、はい、ですよね、うんうんうん、というところでですね、はい、やはりこの、まあ、時間をね、うん、本当に自由に使える、はい、潤沢に使える、うん、田島亜生さんね、はい、僕やっぱあなた何に愛されてると思います。僕ですか、うん、わあ、やっぱ嫁ですかね。はい、はい、まあそれもそうでしょうけども、それは間違いなくあなたは神に愛されてると思うんですよ。ありがたい限りですね、はい、そうだったとしたら神様にも近づいてる人だと思うんですよね。ほうほう、うん、なので、まあ、その田島亜生さんがですね、はい、力を借りれないかなということで私たちオファーしたらですね、うん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 、快く、はい、まあ、こう受け入れてくれて本当にありがたい話ですよ。任せてください。神様が、うん、ね、God bless me ですからね。おお、かっこいいな、はい、うんうんうん、それぐらいでしょ。 This is a pen とそれぐらいしかないと。ね、それでも OK なんですもん、神に愛されてるから。まあ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 、ね、はい、ということで今回はプレゼンをですね、はい、あの田島先生さんに、いや、緑の貴婦人神に、うん、はいはい、今回していただこうかなと、うん、いうことなんですけども、これね、まあ多分、まあもちろんいいものがあったら間違いなく使うと思うんですけど。そうですね。はい。他局の人たちも見てますからね。ああ、パクられる。パクられる可能性もありますけれども。はい。まあでも、そこはですね、うん、はいはい、あなたの力を、そうですね、思う存分、この宮崎のメディアに、放出してあげてください。そうですね。見せつけてやってください。任せてください。大丈夫ですか？はい。やりますよ。今日も自信は？あります。今日も社長とか出てくるんですか？ちょっとだけです。ちょっとだけ。やっぱ出てくる。一瞬です。一瞬そこにはもう頼らない、社長に頼らない一年にしていこうかなと。いきますか。やはり神様ともなるとこういう、ね、素敵な台をプレゼントしてくれるんですね。ちょっと僕あんま映ってない、大丈夫ですか。神様だから。あ、大丈夫です、ね、もうちょっと映ってればすぐ分かりますんで、はいはい、今日もこちらのスケッチブックに、はい、いろいろと私が企画を、はい、考えてきましたんで。ありがとうございます。どれからいきますかね。あ、これからですかね。まずは20周年ということで、はい、まず一つ目こちら、ババン、復活
あの伝説の企画わっしょはいはいはいまああのー、これまで出しておきます、はい、これほとんど映ってないですけど大丈夫ですか大丈夫です、 ですか、はい、あのこれまで、まあ、いろんなこれまで企画をね、うん、やってきましたけれどもその中でもどうしましたあの一番心に残っている企画何かあります言うこと書いてあるんですね一応あの紙芝居みたいな、ね、そう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 なんですよ、はい、なるほどあの、はい、もうなんすかね撮影時間も多分一番最長だったんじゃないかなと思うんですが、はい、反響も大きかった、ええ、あのパフュームを踊ろうというやりましたね夜から朝もうお昼ぐらいまで、はいうん、寝ずに徹夜でねやったんですよパフュームのポリリズムのダンスを一日で覚えるというね、はい、そう、はい、もう誰からも教わらずにそうですねまあ君は半端なくやる気がなくて全然覚えようとしなくて本当に腹が立った記憶がありますねまあまあそれでも朝を迎えたあの時、ええ、あのダンスがシンクロした瞬間心が一つになりましたよねまあまあ もちろんですねなので、はい、苦労したのでまたあの人気企画をやろうじゃないかとおでも今回人数が多いのでメンバー MC の MC 陣でみんなでやりますんであ全部やるんですか全部です全部はいはいはい、はい、なのでやっぱJ ソウルブラザーズとか、はい、もう今エグザイルとか、はいはいはい、まあそっち系かなと思うんですけどね、うん、いかがでしょうこれ、まあジャブとしてはこれいいんじゃないですか、うん、あれ、まあまあ全然パンチは効かなかったです、猫でも避けれましたけど、シュッこれ絶対これ皆さん受けると思います、で心も一つになりますし、はいはい、はい、なるほど、じゃあみんなでダンスを覚える、ダンスをやろう、はいはい。これ一つ目と、はい、まあジャブですもんね。ジャブです。まあまあまあこれはまだまだ。ジャブというかデコピン。序の口。デコピン。デコピン。デコピン。はい。じゃあ続いてこれいきましょうかね。こちら番クイズ。この人誰？あのまあ20年もやってますと、本当たくさんの、あのまあゲストとか、はいはいはい、あとまあ出演者もいらっしゃいまして、ええ、でも皆さんちゃんとあの気持ちを込めてゲストをお迎えしてましたかっていう。ところですよなるほどね次々にこう出てきて、うん、この人がどこの、まあ、誰だかっていうのを皆さんちゃんと答えてもらうっていうなるほど、はい、おこれどうですか兵の時間とかの先生とかそうもちろんもちろんそこら辺から、はいはいはい、でこれまた全員が答えられなかったらみんなが切なくなるっていうゲストの方ももうシューンとなっていくそれはおもろいですねそうまあちょっとそこはやっぱ自信ありますんで僕も誰にゆかりがあるのかっていうところとかヒントとかも出しながら、はいはいでやっていくっていう、うんうん、こういうクイズですねなるほど、はい、じゃあ1個出していいですかはい2週前の兵の時間は誰だったか分かりますかえ2週前の 2週前の兵は、はい、続いてあここら辺はちょっとまあにぎやかし程度の感じでいきたいと思います、はいはい、ベベン、はい突撃社長の朝ごはん出たこれまであの晩ご飯多いじゃないですか、うん、晩ご飯って結構構えちゃうんですよ、はい、来るなーっていう時間もほら、うん、ゆっくりありますしこれも朝行きます5時半ぐらい5時半ぐらいおーおーおー社長の社長まず起こすとこから、うん、得意ですもんね勝手に人に入るのねそうです起こすとこから、うん、空き巣ですもんねやってることがそう、うん、まあ起こすとこから行きまして、うん朝やっぱ社長になる人とかって朝の時間の使い方がすごいなんかやっぱ充実してるんですよ。なるほどね。まあ朝早く、ね、そうなんです、うん。だからやっぱ MCN の社長も相当やっぱこの優雅な朝を過ごしてらっしゃるんじゃないかなと。うん、でそこにやっぱりこう成功の秘訣があるのかなということで、うん、まあ突撃社長の朝ご飯社長おなじみの社長です。ちょっとだけいいですか。ちょっと、はいはい、皆さん裏気になるでしょ。はい。なんて書いてあるのか。いきますよ。こんなでかい紙ですよ。はい。作るって書いてある作るって書いてある作ったら意味ないなと思って作ったら意味ないんですかこれいや僕らが作るっていうのもありかなと思ったんですけどで作るって書いてあるのはいいんですけど、うん、いや普段食べてるものを見ないとしょうがないなとなあ自分で企画しながら反省もするんですねさすが神様違いますね違うな来まして、うん、来た来ましたはいはいバン独身MC ガチ婚活お結婚しろといい加減お大きなお世話ですねこれなかなかの
ちょっとなんかパワハラかセクハラかみたいなことになり、なのでまあこれ注意は必要ですけれども、うん、あえてそこに踏み込みましょうということで、はい、はいはい、ね、で家庭を持った方がやっぱりこのなんていうんですかね、落ち着きみたいなの出るんですよ、守らなくてはいけないものが、うん、このフリーランスにとっては、はい、なのでやっぱ皆さん結婚した方がいいんじゃないかと。誰がいますかね。まずはアキラ、はいはい、でしょ、はい、あとはタケルンバ、はい、あとはトナミ君もそうですね。トナミもで女性だと吉丸、はい、ユミちゃん、そしてまあハギちゃんというところで、なるほどね、だから皆さんがまずなぜ結婚できないのかっていうところからこう掘り下げて結婚できないというできてない人たちじゃないですか。もうパワハラですよねこれね言い方がね完全にいや、うん、そんなことないですよ。そうですか。だからもう手助けし手を差し伸べていこうと。あ、でもしくは、うん、もうテレビで募集しちゃってもいいですよね。なるほどね。結婚したい人、うんうんうん、こいつと結婚したい人募集みたいな犯罪者やねこいつはいはい、これはね、あ、これもちょっと、うん、MCN の20周年ってことだからね。まあそれは最後にちゃんと撮ってやります。なんだごめんなさい、バッチリやります。すいません、神様の領域じゃないからわからない、はい、20周年にかけましてこちら、はい、MC 陣の20年前てんてんてん、はい、陣じゃなくねこれ、チン、いやこれはちゃんと調べました、チンだよ、え俺 MC チン、いやいや前回これ間違ったから調べた、ジンで検索して、ジン違うよこれ、え、ちょっとじゃあもういいもういいもういい、もういいって言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 って、あ、こうまっすぐこれ車でしょ、これこうでしょ、うん、これチンです。いやでもちょっと中国の人のまた MC チンさん出してきましたねあれ調べたけどな間違って、あれが間違ってました、ネットが間違ってた、いや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 、まあでも意味は伝わると思うんで意味全然変わってきますよいないんですもん、だって MC チンさんはね、チン一人一人MC チンの20年前っていう、それじゃちょっとMC チンも探さないといけないし、まあ探せばいるかもしれないですけどもどうもちょっと企画を聞いてください。何が、俺なまた爆弾を放り込んだらダメやわ。20年前は何してたかっていう話をちょっと。MC チンがでしょ。その写真とともにね。日本国何おるの？おらんやろね。あ、でも中華料理屋とかで、ね、よう喋るチンさんを。誰だこの人の、全然知らん人の20年前を延々。2時間ぐらい振り返るっていうあとこれはちょっとまあ僕らがちょっとずっとやりたいやりたいって言ってたやつ、僕らここでちょっと、あ、まあ浜田さんもやりたい言ってました、言ってました、これですね、もう20年間お疲れ様、あ大人の修学旅行ということで、はい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 、はい、まあまあみんなでちょっといつかこれやりたいなと、うん、これはやりたいですね、みんな MC 陣、うん、まあ男性女性分かれてもいいですし、うんうん、で一緒でもいいですけれども、うん、まあいろんなところをこう旅するガチのやつ、うん、はいはい、まああんま20周年とあんまり関係ないんですけども、まあ、こういう記念ごとの時じゃないとなんかできないかなと思いまして、はいはいはい、思いまして、だからこれもうで MC 陣だけじゃなくてももう例えばテレビ募集して、はい、あの浜田先輩と行く四国周遊7日間みたいなやつでもいいんじゃないですか、もうでもいいんじゃないですか、もう。いやだからねえねえ、そんなプレゼンの仕方あります？視聴者の皆さんも一緒にっていうのもありかなっていう、こういう、企画ですね。大人の修学旅行、うん、やっております、うん。そろそろストレート、はい、かましてください。次が最後です。え、ストレート。あ、無傷ですけど。いや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 、もうグラングランしてますよ、多分シロさん。あなたがでしょ。気がつね、パンチドランカーにならないように気をつけてくださいね。いやいや、覚えてるの MC チンだけですよ、ね、じゃあラスト、これはもう本気のやつです、はい、いきます、はい、これもう採用、はい、加入者でモザイクアート作りましょうね、うん、はい、あれなんかそんなそうでもないなみたいな、モザイクアート分かります、分かります、写真とかでしょ、写真を、うん、だから加入者の皆さんの写真をいっぱい送ってもらって、うん、それであの MCN の玄関のところにドワーンと、うんうん、シーンになった、まあ、これはだから なんでシーンってなってるか分かります、あまりにもちょっと企画がすごすぎて、違います、
これ最後かっていう。いや一番最後にちょっと本気のやつをちょっと本当に採用されるやつを持ってきてみたんですけど、はいはい、加入者の皆さんのこの笑顔でモザイクアートできたらいいと思うんですけどね、うん、それ番組ですかね。まあ企画かなこれは、うん、まああの、うん、ケーブルテレビ毎月入ってくるところのなんか表紙とかだったらね、あ、そうだ、うん、表紙にも使えますね。表紙だったらいいんじゃないですか。番組で。まあでも本当いろいろ考えてきてくれてありがとうございます。いやいや、とてもないです。はい、ぜひあの、うん、いいなと思った案がありましたら、はい。ちゃんと今回ね、はい、もうクソになって一生懸命考えてくれると思いまして、はい、あのもうスタッフそして僕からですね、はい、プレゼント実は。マジですか。はい、用意してるんです。ありがとうございます。目つぶっといて。え目つぶっといてください。そのパターンですか。車では移動しませんので大丈夫です、はい、大丈夫です、大丈夫ですか。はい、どうぞ。明日冬至なんでね、ゆず、はい、あ、本当のやつ、はい、ありがとうございます。すごくいいらしいですよ。じゃあもういいもん、はい、お、ありがとうございます。頑張ってください。はい、応援してます。ゆず、ありがとうございます。駐車場の猫は え、うん、はい、まあ不甲斐ない結果でしたけど、そこそこいいやつもね随所に織り交ぜておりましたけれども、いやいやいや、まあ、まあ正直僕チラチラディレクターの顔見てましたけどね、はい、なんだこれって顔をねずっとされてましたよ。これもっと1個ぐらいいいのあるのかなと思って、本番前もすごい、いや本当にこれ普通に使えるのありますからみたいな、毎回自分のハードル上げてましたけれども、あまりにもまあ低たらくということでございまして、ちゃんとねディレクター考えて、え、マジっすか。はい、いろいろね新しいプレゼンなんか僕がさっきもらったのと違う台本が出てきましたけど、ジャンク TV 深夜の時間帯はどうですかと、うんうん、いうことで、スタッフの気になるこのジャンク TV の回を再生しながらコメントをしていく企画、ほうほうほう、ね、はい、まあ、もちろん放送されていない部分なんかもたくさんありますので、うん、そういうのをこうあえてこう見ていくと、見直していくと。いいですね、それ、はい、で、あなたにはコビキブルーを飲みながら見ていただくちょっとねお酒が進んじゃうんですよね。進んですよね。進んじゃうんですよ、ね、はい、で次はね、緑の貴婦人を長期密着取材する特番ね。全然面白くないと思いますけど、ね、いやいいですよ。以前は月に2回ほどの大型連休があった貴婦人くんですが、うん、最近では仕事も順調に増えてきています、はい、それでも大型まではなくとも連休が多々ある貴婦人くんの羨ましすぎるそのライフスタイルに、うん、情熱大陸へプロフェッショナル仕事の流儀をお手本にして完全密着していくと、あ、多分ほぼピークがないので4月の番組改編時期の本人の緊張感が見どころになるね。ずっと追いかけていくっていいね、やっぱ3月末とかね、うん、上層部からの電話には出ないですからねもうあなたが終わったことをもう知らないということですね。もう全然普通にスタジオ行きますから4月になって、まあ、あと一番大事なのはやっぱり VTR の中でプレゼンしてくれた MC チンの20年前、ね、MC チンの20年前、これはもうあのですね、はい、MC チン構成と MC チンが見つかり次第、うん、これはジャンク TV でやります。やるという、はい。